どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズです。お待たせしました皆さん。2023年11月11日、1111弦が4本でガズレレの日ということで毎年イベントやってるんですけど、今年も開催しますということでちょっとね、ちょい出し情報出してたんですけど、いよいよ、特設ページと、チケット予約サイトが完成いたしました。ですね、日付は2023年11月11日、場所はですね、東京渋谷にある東京カルチャーというめちゃくちゃ素敵な場所でございます。一応渋谷駅の出口出てすぐのところなんでもめちゃめちゃアクセスがいいところで、そこでですね、昼間の時間帯に開催になります。一応今ざっくり言うと、10時半から11時半までは、誰でも無料で入場できて、いろいろなウクレレをお試しいただけるポップアップショップの時間帯になっておりますので、皆さん、興味ある方、ちょっと触ってみたいな、弾いてみたいな、もうすべてのガズレレと G ラボのラインナップのウクレレの展示がありますからね、G ソリッドとかアンプの展示もありますんで、ぜひお越しください。1時間でちょっと短いんですけど、本編はこの後なんです。12時からは、私、ガズが、もう、ダーンと繰り広げるですね、めくるめく時間帯、ガズレレの日のスペシャルイベントパーティーが行われます。内容はですね、もうとんでもない盛りだくさんでございまして、大スクリーンに楽譜を映しながらみんなで大セッションしたり、もうそこでやり取りして、もういろんな、臨機応変にですね、曲を決めたりとか、テーマを設けたりだとか、いろんなこうディスカッションしたりとか、みんなでも参加型のですね、ウクレレですね、もちろんみんなウクレレ持ってきてくださいよ、11月11日。で、本当は夜の時間帯にしようか迷ってたんですけど、なんか土曜日の夜渋谷ってなんかやっぱり来づらい方多いかなと思って、あえて昼間の明るい時間にしておりますので、幅広い方に来ていただければなというふうに思ってます。12時から1時半ぐらいまで、そのめくるめく時間を皆さんと一緒に作り上げて、もう大盛り上がり、1年に1回ガズレレの日ということでね、みんなでもう、もう楽しもうぜというふうにイベントをやった後はですね、まだね、続くんですよ、イベントは。その後、その会場って飲食もできて、ビールも飲んだり、いろんなコーヒーとか美味しい飲み物と、美味しい食べ物もたくさん出るね、めちゃくちゃいい、場所なんですね。そこで、せっかくそういう場所ですから、ポップアップショップもそこで同時開催してますし、そこでですね、なんて言うんだろう、僕がもう皆さんのところに降りてって、客席に行ってみんなで乾杯したり、いろんな、ディスカッションしたり、五感談ですね。五感談タイム。パーティーですから、そこでみんなでワイワイ、いろいろできたらなというふうに思ってます。なかなかこういう機会ってないですからね、皆さん。ぜひそっちの方もお楽しみにしていただきたいんですけど、これはもちろんガズのお昼からのイベント、チケット代4500円です。よろしくお願いします。いただいた方のみの参加ということなんですけれどもですね、ゆっくりと時間を過ごせるかなということで、皆さんぜひ渋谷の街にお越しくださればというふうに思います。ちょっとね、期間がですね、この告知の期間が短くなっちゃって、ちょっと申し訳なかったんですけど、そういうふうに夜の時間帯から昼間に帰ったり、いろいろちょっと交渉がしてたもんですから遅れちゃったんですけど、よろしくお願いします。そしてですね、その日もしかしたらですね、今ね、この、いきなりウクレレという本、これご存知ですかね、ガズが2018年に出版した、主婦の友者からでという、これ本が、すごくいい本なんですけど、これ本がですね、もう絶版になっちゃって、なんか本が欲しいっていう方も多いし、ガズもちょっとね、なんか欲しいなということで、今回パワーアップ版として、今ね、もう一回ね、この本の改訂版を、来年ぐらいになると思うんですけど、出版することに、進んでるんですね。その取材も入るかもしれないということでですね、またそのみんなで盛り上がったり写真なんかも、この次の本に載ると嬉しいなとか思ったりとか、かなりですね、そういう意味ではもういろんななんか要素が詰まった、もう、宝箱やみたいなイベントになること、間違いなしでございます。皆さん、今一度言いますよ。11月11日の2023年の11月11日、東京渋谷に集まれ。詳細は概要欄に貼っておきます。この概要欄のこのページがですね、これがですね、皆さんにシェアしたかったやつなんで、ぜひご覧になってくださって、よくご確認の上ですね、お申し込みいただければというふうに思います。みんなウクレレ持ってきたよ。持って来ない方、来れない方結構いらっしゃるんで、ぜひよろしくお願いします。そういうわけで、楽しみにしてますよ。11月11日、バイバーイ。